お疲れ様です。はい。4年ぶり、ハンターハンター、再開しましたね。いや、そっちじゃない、そっちじゃない。さっき、見てきました、さっき。ちゃんとやってるわ、と思って。まあ、正確に言うと3年11ヶ月ぶりなんですけど、もう、まあ見ましたけど、全然覚えてなくて、もうなんかよく繋がってないみたいな感じになりましたけど、よかった。無料で、今、なんか30エピソードぐらい、はい、やってます。おー、でもそれやんないとマジでわかんない。今回、まあ、確かにやってる、ちゃんとしかも仕上がってると思って見てましたけど、ちゃんと全速力の続きから始まってるんですね、はい、そうですね。わかんないな、なんかね、この3年11ヶ月なかったかのような感じで普通にこう始まってたんですけど、おやおやと思って、それはついていけないな、ちょっと安心しましたね。いいことですね、はい、すごく嬉しい。多分10周やってまた長期休暇に入ると思うんですけど、頑張ってくれます。頑張ってほしいな。そうですね、はい、丁寧に丁寧に見ていきたいですね、はい。それはいいんですよ。頑張れ、富樫さん。それはいいんですよ、はい。急にね、私もありましたけど、はい、やっぱりちょっとお話聞きたい。あ、はい。ライジンの感想を聞いてくれたら。そうですね。ライジン39、感想会ですね。全体的にこう、はい、どうでしたか？そうですね。決着が多かったような気がしましたね。一本 KO が多くて、見応えありましたけどね。ピシッと、モヤモヤ感がなくね、いくような感じはしますけども。気になる試合は何試合かあったので、ちょっと触れていきたいなっていう感じですかね。やっぱり一番は、まあ、梅野さんですね。もうやっぱ梅野源氏劇場がもうすごかったですね。やっぱ人気上がりましたね、梅野さんの。最初は梅野選手好きですよね、うん、いや、まあ、ですよね。梅野さん本当にもう10年以上前からずっとトップランナーとして活躍されている選手なんで、 K1 出たりとかライズ出たりとか、まあ、いろんなところに行って、ね、自分のムエタイの強さをこう発揮してますけど、まさかねこういう展開になるとはね誰も思わないだろうし、すごいなんか、なんだ、試合はまあ、21秒ですか。ローキックでの KO 勝ちなんですけども。まあ、肘見たかったっすよね、ヘメノさんの。ヌエタイルールだったんで、今回。でもまあ、結果オーライだし、これがまた面白いストーリーに転がっていくような気もしなくもないんで、ヌエタイタイトル、ライジンでできるかもしれませんよね、なんか。注目しちゃいますよね。いや、なんかどこまでこう梅野さんのこう思惑通り進んでるかわかんないんですけど、なんか試合前後のインタビューとかね、そういうなんかワクワクさせるような選手ってやっぱりプロフェッショナルっていうことにつきますよね。で、今回勝ったからなんかありそうですね、年末ね、大晦日とか、それこそ無敵タイトルにはならないかもしれないけど、もっと本当にタイ人とか呼んでくれるかもしれないし、また今後にも期待させるような梅野さんの試合、なんかそれがすごく印象に残ってますね。インタビューですごいいいこと言ってたんですよね。公式のライジンチャンネルの公式の試合後インタビューで、今こう日本ってバカにされたりとかね、こう頑張ってる人を叩くような風潮があるけど、自分みたいにこうやってこう転がしていい方向に進めていくみたいな、そういうのを見てほしいっていう風に言ってたんで、なんかそういうの聞くとやっぱりね、同じように梅野さんに思いを重ねてね、うまくいかない人とか、ね、出る杭叩かれる時代だけど、じゃあもうちょっと頑張ろうかな、みたいな。ふうに思えるような、試合だったり、梅野さんの人柄を見えたなっていう気もしますね。完全にもう欠かせない選手になっちゃいましたね。本当に。そんないいこと話したの？言ってましたよ、試合後のインタビューで。何分くらいでした？14分半ぐらいかな。全部はちょっとまあさすがに試合がちょっとね短すぎましたね。それでも頑張ったと思います、インタビュー。だって21秒で試合についてどうですかって言われても話せないでしょ、そんなカードキックで決着がついたっていうところだったんで、まあそれについてはこう記者さんたちもこうなんかざわざわしてたんですけどね、会場ってかその記者会見の会場でまあちょっとね、煽り映像からもいろいろね、こう、雷神に欠かせない選手になってきたなっていうような感じになりましたね。何よりも強いですからね。そうですね。すごく強いから、なんかもう、すごいなって思っちゃいます、僕も。今なんかね、こう、ムエタイといえば、名高くん、吉成くんがこう、フューチャーされてますけど、まあその先駆けをずっとやってたのが梅野さん。本当になんか、強豪タイ人とずっとね、自分の団体で試合を続けていて、ずっと試合をやり続けてここに今たどり着いたんで、ちょっとねキックボクサーにチャンスが出てくるようなこう梅野さんの存在感じますよね。ポテンシャルがなんかもっともっとこう上がっていくような気がします、プロデュース能力で。よかったな本当に。
本当梅野さんおめでとうございますって感じですね。本当に良かったと思います。まさかの1試合目がはい、トラベッツ選手梅爆でしょこれがもうなんかみんながハッピーになったような気がしますよ、すごく。次は武田選手の試合が良かったなと思いましたね。前線がジョニー・ケース選手に ああいう形でレスリング能力使って勝って、でまあ3ヶ月スパンですかザック・ゼイン選手とやって、今度は1ラウンド1本勝ち。なんかやっぱ武田選手またこうどんどんこう強くなってるというか、間開けずに試合してで1本勝ちですから、今後にちょっと期待が持てるような試合内容展開だったかなっていう感じありましたね。なんか今すごくいい時期なんじゃないかなって思いますよ。年末タイトルとかはちょっと分かんないけど、本当にねベラトルの選手とかって見たいっすよね。見たいですね。なんかこう外国の選手と当たっても、はい、絶対に負けないだろうっていう期待を僕は持ってしまいますよね。なんか本当に試合ごとに強くなってて、渡り合えるというか、本当に強い日本人選手として外国人選手との対戦望まれるような選手だと思うんで、なんかもう国内でこう潰し合うとかっていうのではないのかなっていうふうに思っちゃいますけどね。なんか本当にベラトルの選手とかと見たい、70キロの選手。まあちょっとサトシ選手のね、どういう試合を選んでいくかっていうこともあると思うんですけど、まあ、間違いなくトップ戦線ですよね。武田選手の成長はなんか見るたびに思いますよね。見応えあったし、武田選手に勝ったあの選手もベラトールで活躍しますもんね、はい、スパイク・カーライですね。 AJ マッキーとやってますからね。あの選手やっぱぶっ飛んでるなと思いましたよ。スパイク・カーライルゴング&ダッシュやってましたねあの AJ マッキーにあれなんかもう決めてた作戦無視で行ったらしいですね。興奮しちゃって、はい、まあそれが魅力。スパイク・カーライルもう一回来てほしいけどな。見たいですよね。見たいですよね。めっちゃなんかこういいキャラクターというか、一試合で好きになっちゃいますもんね。なんかね日本のアニメが好きっていうのもあるんで、次はどんな入場してくるんだろう。イチゴスタイルからのねえデスノートかもしれないからねジャンプ縛りジャンプハンターハンターかもしれない。ハンターハンターだったら嬉しいですね。なんかそんな期待を感じさせる武田選手の試合、素晴らしいなと思いましたね。そして次はパトリック選手の試合、佐々木選手とパトリック選手の試合ですね。まあベテラン対若手みたいな図式の試合で、僕佐々木選手はねやっぱりシュートの関太平洋チャンピオンの選手なんで、ちょっと思い入れがあったんですけど、序盤良かったなと思ったけどね、ちょっとしのがれてからだんだんこうパトリック選手のペースになって、で最後はまあパンチでダウンしてっていう感じですけど、息がいいっすよねパトリック選手ね。こうルックスも良くて、まあ多分適正70キロだと思うんで、71かだと思うんで、こうまた新しい選手が出てきたなっていう風に思ってますね。どんどんこう若い選手が出てくるっていうのはいいことだし、キャラクターとかね、ルックスも含めてファイトスタイルも含めてスター候補というか、ちゃんとしたこうマッチメイクを積んでったらすごく面白くなるんじゃないかなと。やっぱボクシングスタイルの選手ってなんかやっぱ試合が 見やすいというか面白いですね。ガンガンパンチ振り回していくみたいな選手って、これから多分どんどんこう試合をしていくような形になると思うんで、こう次の相手もね気になるところではありますよね。どういう選手選んでいくんだろう、どういうマッチメイクなんだろうっていう。もう2ヶ月に1回3ヶ月に1回やった方がいいですよね、ああいう選手はね。しかもそれが、はい、ライジンの舞台で繰り返されるんだったら、めちゃめちゃ離れますよね。かっこいいなって思っちゃう。そうっすね、70キロの選手もこううかうかしてられなくなっちゃいますよね。多分パトリック選手としてはこうストライカーとやりたいと思うんですけどね、こうパンチ系と。そういうもんなんですか。まあでもバチバチでやりたいでしょうね。結局そっちの方が試合がやっぱり残るじゃないですか、印象に。そういう選手に勝つとまた自分がこう上がってきて明確に分かりやすくなるんで、格上とかに挑みたいとは思いますよね。注目される試合やりたいみたいな。試合後のインタビューで大原選手か八千選手かって言ってましたね。いいとこ選びますよね。確かにその2人が浮かびますね、まあ実現するかどうかはね分かりませんけど、なんかすごくこういいラインを狙ってるような気がしていて、パトリックさんもあるかもしれませんね、年末ね。で、まあ、勝った選手が先に進むのがまあ正しいのかなっていうふうには思っちゃいますからね。ルックスもいいし、なんかこう期待大みたいな。最後はメインイベントですかね、はい、まあこれはやっぱり触れといた方がいいかなっていうところですかね。はい、まあ結果的にクレベルが、2ラウンドで取ったんですけど、まあ蓋を開けてみると、まあなんか落ち着いて試合をこうなんか進めていたのは
レベル陣営だったのかなっていうふうに終わってみて思ってしまいますね。うん。まあどっちも石工選手もクレベル選手もこうスロースターターなので1ラウンド決着がないかなと思ったんですけど、まあ2ラウンドで多分いろいろこう展開がこう分かれてくるかなっていう事前予想はありましたね、自分の中で。1ラウンドやるとお互いのその大体分かるんですよね、どういうことをやってきた対策作成みたいなのが。まあ、ちょっと気になったのが、まあ、1ラウンドで石工選手がテイクダウン取られたんですよね、早々に。まあ、それがなんかちょっとこう誤算だったような気はしますよね。なんかクレベル選手が主体になる展開はあるにしても上に乗る展開っていうのはまああるかなと思ってたんで、まあ、そこでちょっと多分ちょっとしたプランが崩れたのと、あとまあ下にクレベルが下になった時にやっぱりもっと1ラウンドから上から打てないとダメですね。勝つんだったらまあしのぐのも大事なんですけどね、強引に行ったらねパコって持ってかれるから、まあ、そこが難しいところだと思うんですけど、で1ラウンドもっと上から打ててたら削れるかなと思って、で2ラウンドからクレベル選手がこうもっとことペースを上げてきたっていうか、どんどん崩してきて、でスクランブルからの三角ですか。うん、まあどっからでも取れるスタイルの選手だしね、1本取ったらもう1本取るっていうスタイルの選手なんで、なんかまあサトシ選手とちょっと似てますけど、崩しからの、うん、三角、なかなかああいう風にねやる人もいないだろうから、対策してもやっぱりああいう風にかかってしまうのはなんかまあ分かるような気がしましたよね。はい、会見を見てると、はい、石選手は左のフックを出してしまった、はい、っていう話をしてますけども、はい、潜られましたね、言われてる、はい、こうなるんで、はい、一番タックル入りやすいですよね、あのタックルは入りやすいので、まあそれをさせたのかなぜ出したのかは、まあ、作戦なかったみたいな感じで言ってたみたいですけど、まあ、出させたんじゃないですかね、そういうのをね。あのそれがジャブとかだったらそんなにこうまだこう反応できるんですけどね、下に来られてもフックだともうこう体ごと振ってしまうので入る方も入りやすいし、まあ、それでクリーンテイクダウンみたいな感じになっちゃいましたもんね。と言っていたのは1ラウンドにものすごく自分自身を使い切ってパンパンになってしまって、ああそんなにしてて、それが自分の中で誤算だった。だから下になってからじゃないですか、多分そういうのもあったんだと思いますよね。でまああと上乗った時もこうやっぱり下からの圧力とかいろいろ感じてたのかもしれないですね、もしかしたら。それは戦った本人たちにしか分かりませんけどね。2ラウンドにまあ一気に試合が動いてワンチャンスで決めるっていう、まあ開けてみたらいつものスタイルですよね。はい、みんな対策するけど取られるっていうところでしたかね。まあ3ラウンドぐらいまで見たかったなっていうのはありますけど、うん、まあ結果2ラウンドで取るっていう試合になりましたね。そうなんだと思いますね。そうね、まああのスタイルは本当に対策なしには勝てないですよね。あの特化したスタイルなんで、まあ本当になんかクローズドからの三角とかってもう当たり前に気をつけてるじゃないですか。スクランブルあれもう首投げでしょ。しかも投げ切らない。投げ切らないでいいんですよね。崩せればいいんですよね、とにかく。投げ切らないのに転がってと入ってしまうっていうことを見て。とにかくそのテイクダウンも取り切らなくてもいいし、ポジションも別に下でも上でもサイドでもバックでもどこでもよくて、崩せればどっからでもこう絡みついてくるというか、まあ、それだけに対応間違えないっていうことになるんですけど、まあでも開けてみたらね、クレベルペースだったのかなって振り返るとね思いますよね。まあ、なんだろうな、こう難しいんですけど、今のまあ20代の選手、フェザー級の20代の選手はあの特に世界を目指すとかっていう人も中にいると思うんですよね。まあ、ライジンでチャンピオン目指す、 UFC でチャンピオン目指す、いろんな道があると思うんですけど、本当に世界を目指したい、もっとこう自分が高みに登っていきたいっていう人はやっぱりクレベルで倒すっていうことをなんか真剣に捉えてやってほしいなっていうふうに思いますね。なんかこう海外の人を倒すっていう感覚ですかね。やっぱりあれを攻略できないとっていうところですよね。本当にベラトール、 USC、 まあ1もそうか、
目指す、そこでチャンピオン取るって言って頑張る人たちは、まあ、特に20代の選手たちになるんですかね。彼に勝つためにはどうしたらいいのかっていうのをやっぱり考えてやる必要があるのかな。まあ、逆にそういうね、若い選手がクレベル選手をこう倒すことがまたこう格闘技の発展になるというふうには思うんですけどね。ちょっとこのまま一人勝ちさせたらあかんような空気にはなってますよね。あれなんか黒帯感ありますよね。黒帯バリエーションを感じます。黒帯バリエーションですね。やっぱり柔術の本当にこう世界大会とかで戦っている黒帯の選手って本当強いんで、でもなんか面白いのが、じゃあ今柔術やってる人たちはクレベルサトシの活躍でわーってなってるわけじゃないですか。でもクレベルサトシは MMA でそれを証明してるからすごいのであって、他に誰もできないですよね。やっぱそこの凄さがありますね、あの二人はね。東京じゃないしね、練習環境も。アメリカとかに拠点を置いてるわけでもないのに、あれができるっていう、突出してますよね、本当になんか。だから、大晦日に向けてこう、気分高まってる感じありますね。そうですね、いろいろ、はい、10月大会、昨日の試合が終わって、大会終わって、もう人選が始まってるというか、まあ、あとランドマークか。の結果次第でいろいろ変わってくるんでしょうね。じゃあそれは次の動画で話しましょうか。はい、この打撃もそうだしサブミッションも、あの終わらせる選手というか技を持ってるから、それがこう何をチョイスしてどういう風にこう持ってくるかっていう見方をしてますね。